皆様こんにちは。私はカイロプラクターのドクター塩川です。私はこのカイロプラクティックと出会い、素晴らしい人生を送ることができました。それは何かというと、健康な体、健康にというコンセプトで行っているわけですね。で、そこで私はこの背骨の中にある神経、この神経が脳に対してどうなっているかというものを学びました。この神経、すべての神経が体の中に起こっている隅々の問題を、この感覚神経を通して脳に伝え、そして脳からこのイネイトインテリジェンスと呼ばれる私たちの体を作った力、このところに情報を流して、そしてイネイトインテリジェンスはその情報をもとにして、まあ交感神経と副交感神経と呼ばれている自律神経、ここにまあ命令をして私たちの体を修理しているわけですね。で、その考え、コンセプト、考え方が分かったときに、このカイロプラクティックは健康に対して素晴らしい治療法であると私は認識して、これを一生懸命学びました。アメリカに渡って20歳の時、このカイロプラクティックを学ぶために、カイロプラクティックの発祥の地であるアイオワ州のデブンポート、この町で私は4年間カイロプラクティックを学びました。そしてこの骨が健康な人は半径17センチの前腕をして、そして後腕をして、腰椎がまた前腕、そして仙骨が後腕、この4つのカーブをすることによって、私たちは素晴らしい健康を得ることができるということが分かりました。なおかつこの一つ一つの骨がずれて、この神経を圧迫する、この神経を圧迫するということが脳へ正しい情報が伝達されなくなる大きな理由です。この神経圧迫が起こり、情報が脳へ 1% でも低下したならば、私たちはそれをカイロプラクティックでいう病気と呼んでいるわけです。とすると、健康ということはこの圧迫のない状態、背骨がずれても圧迫がなければ、これを健康と言っています。で、このサブラクセーションが人間の体の中にだいたい1箇所から4箇所この発生するわけです。それを科学的な分析によって、まあ私たちはレントゲンを分析する、線引きをするということを言ってますけども、骨がどういう形をしているかっていう科学、そしてこのなぜ骨を矯正してしたら治るか、病気が治っていくかという哲学、そしてこの芸術というこのテクニック、なぜならばテクニックは反復練習して、この熟練という境地に達して、私たちは正しい矯正を行うことができる。私たちはこれをカイロプラクティックの哲学、そして科学、芸術と呼んでいるわけです。この3つを私たちは学ぶことによって、カイロプラクティックを行うことができます。すなわちカイロプラクティックは哲学であり、科学であり、芸術である。それは骨関節面を利用して神経圧迫のある椎骨をまた正常な位置に戻してやり、脳からの神経伝達力を 100% にするということがカイロプラクティックの仕事であるわけです。